立憲民主党さんはいろんないいことは言います。しかしながら絶対にやりません。法律として通らないからやらないということをいつもおっしゃいます。そういう政党にこれからの日本を任せるわけにはいかないと、まあひどいことを堂々とおっしゃる政党ですから、あの立憲民主党は叩き潰す必要がやっぱりあるなと、立憲民主党の議員を増やしても仕方ないですから立憲民主党に票は入れないでくださいということを正直に申し上げました。立憲民主党と対峙するにあたってこう維新らしさというのをどのように打ち出していくのかという点を重点において改めてお聞かせいただければと思います。はい、我々は有言実行の政党です。もともとスタート時点からですね、大阪で議員定数を2割削減する、報酬は3割カットすると、これ2010年に大阪維新の会ができて2011年に統一地方選挙に臨んだ時の最大の公約はそれでした。で、選挙が終わって府議会過半数を与えていただいた、そこから有言実行で定数の削減と報酬のカットもやってきました。ですからこれは我が党の哲学としてですね、有言実行、言ったことは必ずやると、約束したことは必ずやると、まあその柱はですねずっと続いているというふうに思います。片方ですね、立憲民主党さんはいろんないいことは言います。高めの球はこの政治改革のお話でも投げています。しかしながら絶対にやりません。やらない理由はイコールフィッティングというわけのわからない言葉を使って法律として通らないからやらないということをいつもおっしゃいます。それなら参議院で定数増になった時にですね、各政党が集まって定数が増えた分の経費、それを現在の参議院議員で頭割りをして国庫に返納しましょうと、これちゃんと決めたわけですね。で、月77,000円、これは立憲民主党さんと、まあ、その他の政党もあると思いますが、立憲民主党さん、まあ、主要な政党の中では立憲民主党さんしかやっていません。みんながやってもやらないと、だから有言不実行なんですね。そういう政党にこれからの日本を任せるわけにはいかないというのが私は最大の争点だと思いますし、今日の憲法審査会でもひどかったです。もうそれぞれの議員が意見表明をしている中で、それは個人の意見だとかですね、政党としてまとめることはできないとかですね、まあひどいことを堂々とおっしゃる政党ですから、立憲民主党は叩き潰す必要がやっぱりあるなと今日改めて感じました。 MBS の大八木です。今の関連なんですけども、東京15区補選の告示日の方で馬場代表の街頭演説で立憲民主党には投票しなくていいというようにおっしゃったんですけども、その意図や理由もほぼ今おっしゃられたことになるということでしょうか。今回の補選の、東京での目的は、我々の目的は2つです。もちろん候補者を当選させるということは大前提ですけれども、1つ目の目的は江東区、東京15区の、最近続いているこのお金にまつわるスキャンダル、こういうもので、江東区民の皆さん方非常に迷惑されていると思います。ですから逆にこの江東区でクリーンな政治家を輩出していただいて、この江東区からクリーンな政治を日本全国に広げていくと、これが一つ目の目的です。で、二つ目の目的は、先ほども申し上げました国会の中でいろんなサボタージュや、イコールフィッティングなるものでの、約束したことを やらないというような政党の政治家をこれ以上増やしても国家国民のために何一つ役に立たないですから、ですから国会を正常化する、国民のための国会にしていくという意味ではですね、やはり我が党の候補者を当選させてくださいと、国会正常化、国会が国家国民のために正しく働くために通してくださいということを申し上げているのが2つ目の目的です。ですから
まあ、逆説的に立憲民主党の議員を増やしても仕方ないですから、立憲民主党に票は入れないでくださいということを正直に申し上げました。まあ、先ほど、まあ、立憲民主党を、まあ、叩き潰すという、これまた強い表現であったので、まあ、投票しなくていいと、まあ、どちらが強いかわからないぐらいのところなんですけども、ただまあ一方でその今の会見 その前半の方の質問で、まあ立憲の支持者の方がまあ維新に入れるとはもう考えづらいともおっしゃってまして、まあわざわざその強い表現を使って選挙活動の中においてまあ言う必要があるのかどうか、まあ適切な表現であるのかどうかっていう点に関してはいかがでしょうか。私は有権者は昔と違って SNS 等でかなり大量の情報を入手されていると思います。ですから私が申し上げたようなことも多くの、まあ、有権者の方はご存知だと思いますし、選挙だからこそ本当のことを言うべきだと思うんですね。まあ、他の政党さんも頑張ってますけど、うちの方がより頑張ってますみたいなことを言っても仕方がありませんので、我々はこれからの日本を憂いてバッジをお預かりして仕事をさせていただいているという意識の集団ですから、そのことを、まあ、ご理解をいただくための逆説的な言い方として私はそういうことを申し上げていると、そういうことです。デイリースポーツの杉田と申します。よろしくお願いします。先ほど の東京15区補選 のご発言の関連なんですけれども、まあ、先ほどちょっと立憲民主党を叩き潰すというのはちょっと過激な言い回しもあったんですけれども、富岡八幡宮での第一声の時の馬場さん のお話をお伺いすると、まあ、投票しないでくださいと。で夕方 の豊洲 の街頭演説をちょっと聞いていると、まあ投票しないでくださいとはちょっと言わなかったんですけれども、まあ、候補者を国会に送り込まなくても結構ですと、ちょっとトーン下がったような感じだったんですけれども、まあ、今後馬場代表また街頭を立たれる、東京で立たれることがあると思うんですけれども、まあ、投票しないでくださいっていうまた言い回しはまたされるつもりでしょうか。まあ、その時のマインドによります。街頭演説の話す内容っていうのも事前に決められてるんですか、それともアドリブで話したりと、そういう臨機応変に書いたりっていう風な感じなんですか。そうですね、その場の雰囲気とか、まあ、その時の自分の思いとかですね、うん、そういうのを適当に加えたりさっぴいたりして話をしているということですね。先ほどは日本シリーズで自民党とっていうので、まあ、今クライマックスシリーズを戦っているようなものだというような言い回しもありましたけれども、今じゃあ東京15区ではクライマックスシリーズを、まあ、立憲民主党と戦っているというような認識でよろしいでしょうか。そういうことですね。国政、特に国政の場では野党第一党を目指すということはそのクライマックスシリーズを勝ち抜くということになると思います。そして、野党第一党になって、自民党と一対一の戦いをやっていくと、それがまあ日本シリーズにつながっていくのではないかなと思いますね。ありがとうございます。はい。